はい、今回はですね、沿線井上の、現在と、まあ、関東連合の噂についてちょっと気になるところをお話ししていきますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、関東連合のコンテンツも出していきますので、気になる方はチャンネル登録、よろしくお願いいたします。まずですね、この沿線井上ですけれども、まあ、このような、まあ、噂っていうのが出てるんで、まずそこからね、まあ、黒い噂なんですけど、調べていきたいと思います。まあ、格闘技のね、まあ、沿線井上、あとですね、関東連合、さらに、住吉会という893の黒い噂について、調べていきます。沿線井上っていう方はね、格闘技としてとても有名な方ですが、黒い噂が出ています。まず関東連合とつながりがあるのか、あるいはね、これ住吉会という893と、まあ、つながりがあるのかっていうようなことなんですけれども、まずですね、あの沿線井上と関東連合のつながりの噂の出どころっていうのは、今ですね、六本木クラブフラワー襲撃事件で、まあ、関東連合の元リーダーの石本太一と沿線井上がつながりがあるということから、この噂が出たということが考えられます。石本太一が、まあ、本人の、まあ、ブログでね、沿線井上に寝技を教えてもらったことがあるとか、喧嘩の時には寝技を有効に、まあ、使いなさいということを教わったっていう石本太一の本人コメントが、まあ、あります。ただこの石本太一のブログ記事は、今現在削除してるっていうことなんで確認することはできないんですけれども、まあ、関東連合の元リーダーである石本太一とここまで密着関係、親しい関係にあるっていうことから、沿線井上は、まあ、関東連合と何かしらの関係があるんではないのかっていうことが、まあ、言われていますね。あとこの沿線井上はですね、893ともつながりがあるとかっていう噂が出てるんですけれども、あのその893が住吉会かどうかっていうことまではわからないんですよ、はっきりとしたところまではね。ただ、まあこの、まあ、沿線井上と893のつながりはね、埼玉のジムピュアブレッドに、まあ、893が関係していたっていうことを、まあ、本人が言っています。あとですね、このまあ、893がね、この沿線の上のプライドの公演ね、まあ、まあ、応援をしていたっていうことが、まあ、まあ、わかっているっていうことですね。だつまり、これっていうのは、あの、からくりの問題からすると、この893が、この興行っていうね、まあ、その、プロレスとかもそうですし、そういったことに関係している可能性が極めて高いので、まあ、あの、沿線井上が、まあ、893と何かしら関係があっても、まあ、おかしくないよな、っていうようなことを思うってことですね。で、ここからちょっと、あの、沿線井上についてね、まあ、ちょっと、調べてというかお話ししていきます。沿線井上がね、山本キッドに喧嘩ではなく格闘技を教えていた件についてっていうことですね。まずこれっていうのはどういう、関係、人間関係図になるかっていうと、沿線井上の結婚した嫁が山本美優っていう、まあ、女の人で、この山本美優の 弟が、山本キッドのりふみっていうことですね。つまりは、まあ、沿線井上と山本キッドのりふみっていうのは、まあ、義理の兄弟になるっていうこと、つまり沿線井上が山本キッドのりふみに格闘技を教えていたっていうことが、まあ、言われているっていうことですね。沿線井上と山本美優は、まあ、結婚して4年で離婚しているってことが分かってるんですけれども、まあ、ここからちょっと出るね、まあ、この山本キッドのりふみね、まあ、この山本キッドのりふみも、まあ、ちょっと、まあ、黒い噂っていうか関東連合と、まあ、関係があるんじゃないかっていうことが、まあ、よく言われるんで、そのことについてちょっとあのお話ししていきます。山本キッド、まあ、のりふみと、まあ、関東連合の関係について、なんでこういう噂が出るのかっていうことなんですけれども、この噂の出どころとしてはね、関東連合の元リーダーである吉村亮介と山本キッドのりふみが喧嘩をした際に、吉村亮介が山本キッドのりふみに拳銃を突きつけたっていうことが分かってるんで、このことから山本キッドのりふみと関東連合は何かしら関係があるんじゃないかっていうことが言われてるっていうことですね。うん。まあ、可能性はなきにしもあらずか、まあ、ただ喧嘩しただけなのかっていう感じで、ちょっとそこら辺に関しては正直分からないところなんで、まあ、ちょっと何とも言いかねるっていうところなんですけど、そして最後にですね、この沿線井上が現在どうしているのかっていうことについて、お話ししていきます。沿線井上はですね、アメリカの総合格闘技のヒースヒーリングと2000年に試合をし
しましたが、敗れています。で、その後ね、2002年にアントリオ・ボドリゴ・ノゲイラと引退マッチをして敗れて、引退してますね。まあ、格闘技を引退してるってこと。で、格闘技を引退した後、その後の現在、遠征井上はどうしてるのかっていうことなんですけれども、数珠アーティストっていうのの活動をしていてね、彼女と一緒にアメリカに住んでいるってことが分かってます。だから遠征井上は今現在格闘技はしていないんですけれども、アメリカで彼女と数珠アーティストって仕事をしながら仲良しに暮らしているってことが分かっているってことでね、幸せそうで何よりっていう感じですね。はい、ということで今回は遠征井上の現在と関東連合の噂について調べてお話してみましたので、まあ今回のコンテンツここで終わりとさせていただきます。皆様いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。